水原一平にドン引きする愛好家たちの反応集。簡単なあらすじ、水原一平が24億円を大谷翔平の口座から着服。また約2年間で1万9000回賭博を行い、大谷翔平のお金で280億円負け、218億円勝ち、62億円の損失を出した。闇の大谷翔平。大谷とは別軸で教科書に載る男。ホームランではなく博打を打つな。1600万ドルの男。大谷ジャンボ24億円。毎年年末ジャンボで10億円当てても返済に28年かかる男。たった1万9000回の過ち。アメリカでイーペイって呼ばれてるの面白すぎる。違法賭博界のベーブルース。両津勘吉かな。桃鉄じゃねえんだぞ。トリリオンゲームやめろ。開示っていうかが、チャージマン一平。通訳以外なんでもできる男。野球と賭博の才能がない男。全方位騙した期待の詐欺師。24億平に解明しろ。クリーンな金をダーティーにする逆資金洗浄。スーパーハッカー。日本の通訳で最も金を稼いだ男。最も金を失ってない。シンプルに窃盗。今死んでも誰にも同情されない人間世界ランキングに余裕で10位以内に入りそう。プーや金平に並ぶランキングに日本人が乗って誇らしいだろ。なんか想像の 1.2 倍ぐらい悪人だった。お前の想像じゃ悪だな。俺なんか学生時代母ちゃんの財布から1000円抜くのもドキドキしたのに。ねえ、いけんじゃねえよ。俺が親の香典をパチンコに使い込んだことなんてどうでもよく思えてくる額だな。どうでもよくないわバカ者。人類史の限界。その男に世界が騙された。校長に続いて平均値壊した人として一部からお墨付きをいただいている。うむ、全世界の通訳の平均横領額をぶち上げたんだな。大谷さんには申し訳ないけど世紀の大回答すぎて今爆笑してる。マジで悪魔の一言に尽きる。英語力を補う3本目の刀は妖刀だった。違法賭博と窃盗の二刀流。大谷が野球一筋に生きてきたように水原も賭博一筋に生きてきたんだな。通訳も適当だったらしいの笑っちゃう。なんなんだよこいつ。ドジャース監督の話的に日常的な英語は大谷の方のが上手い説すら出てきて草なんよ。借金の額が小学生が考えついたような額なんだよな。日常がギャンブルだったはず。こんだけのうちでの小槌があるのに薬物やってないのもすごいわ。やっぱ億単位のギャンブルに比べたらカスな娯楽になってしまうのか。常に何かしらの脳内麻薬出てるだろこれは。漫画みたいな野球選手の通訳が漫画みたいな詐欺師って笑うしかない。大谷、マガジン、一平、ヤンマがメジャーの世界観に怪獣を抱き合わせてくるなんて思いついてもできねえよ。一平裏切り編は最初困惑しかなかったけど超面白かった。これが野球漫画だったらクソ展開すぎるだろ。主人公の結婚という幸せなイベントの後に巨額の詐欺被害編が始まるのひどすぎる。ドラクエボかな。あれよりひどい。サンチョが裏切ったレベルの鬱展開だぞ。想像したら笑った。大家の財産目当てで家政婦みたいなことしてた詐欺師でしたわ。衝撃的すぎる。ワンナウツ一平編。ゲームセットだよ。野球史に名を刻んだ大谷、犯罪史に名を刻んだ一平。無料で218億稼いだ錬金術師。21年後半から23年の末ぐらいだから実質2年か。マジで1年あたりの稼ぎは大谷と同じだぞ一平。赤字出しすぎだろ。藤井大谷に続き令和3人目のフィクション超えを果たした男としてお墨付きをいただいている。3人目で路線変えてヴィラン側を排出するのはルールで禁止すよね。3億円事件8回分は草。買った金は自分の口座へ負けたら大谷の口座から拝借する。永久期間が完成しちまったな。待て待て、大谷の稼ぎに依存するから全然永久期間じゃねえじゃん。頼むぜ翔平。随分鍛え直したな。この前の TBS 高野菜のクイズの答えが変わっちゃうじゃん。俺の資産の260倍他人から抜いて溶かすとか一平すげえな。お前の通訳になっていい。一平の懲役年数めっちゃ長くてびっくりした。何年契約結んだの。あくまで推定だけど刑務所と30年契約。ちなみに懲役30年ってのは銀行詐欺の分、大谷さんからの横領の罪はまた別。最低でも30年以上であって最高だと合計60、70年くらいにはなるはず。
大谷から盗んだ額でも全然足りないくらい負けて全然返済できてないらしいから塀の中の方が安全まである。いつか絶対バレそうな気はするけどな、口座から抜くって。バレてる？さすがに首かな。下手するとこの世から首になる案件だろ。こいつの博打の勝率がほぼエンゼルスの勝率だと聞いて腹抱えて笑った。120億のマイナス作った大王製紙のカスの凄さがわかる。それマイナスではなくカジノで使った金の総額だから280億使った一平の方が上だぞ。ベトナムで11日、世界最大規模とされる銀行詐欺の裁判の判決公判があり、不動産開発業の女性に死刑が言い渡された。11年間にわたって契約6兆7300億円を自らの会社に融資させた。うち270億ドルは回収できない可能性があるという。そう！本当に桁が違った。一平なんか小物よ。水原300平以上じゃん。もう独立国家作れるレベルじゃん。そう考えると死刑もやむを得ないのか。他に85人も罪に問われてるし、そりゃ大規模犯罪だよな。一平は一人だぞ。今日って正直もう全く想像つかないけど、何をどう使えばいいんだ。ミサイルでも買うのか。贅沢言わないから1割でいいからくれないかな。もらった瞬間に関係者として死刑食らうだろうけど、それでもいいのか。水原一平さん、偽名が話題になる。ジェイミンは反則だろ。お、ジェイか。世界一有名なナンジェイミン。秘宝、賄賂ギャンブルで24億使い込む。賄通訳、選手の口座残高でギャンブルして62億円負ける。これって賄が悪いんか。賄賂勝ちで大谷の通訳やったけど質問ある？嘘松。24億、横領です。ジェイミン、水原、あ。賭博の中身を知りたくて。野球のカードに執着してるし、マジでジェイミンなんじゃねえの。グエー負けたんご。深夜に立てられてるカッスレみたいな数字のデカさ。巨人小笠原、ギャンブルで24目とかす。何時見てニヤニヤしながら大谷の金使い込んで超高齢とギャンブルすることでしか得られない栄養素があるんだろうな。翻訳された英語が何時みたいなノリの言葉だったのかな。よろしくお願いいたします。通訳の出番やな。ここは一発気軽な感じでよろしくニキー。ナンジェイミンは少なくとも24億円詐欺した犯罪者集団である。平均年収上がってそう。ジェイミン、ナンジェイ民の中でトップクラスの地位だったろうに。腐ったメダカの頭に立っても何の意味もないんやで。名誉ジェイミンとかいう属性追加されるの面白すぎだろ。ギリギリ本当にナンジェイミン由来がありえるの頭おかしなるで。あかん、偽名をナンジェイミンにすると Y がナンジェイミンやとバレてしまう。せや、ジェイミンにしたろ。ナンジェイミンだとバレバレだからひねったのか。もっとひねれ。大谷にとっては信用してた通訳がジェイカスだったとか、ホラーすぎる。ナンジェイでレスバトルしてたと思ったら感慨深いで。通訳のお兄ちゃんは僕の24億返してよ。キューボ、ここから逆転できる方法。ジェイボーイの連帯責任で返済するんでしょ。ナンジーの投資スレでリスクが高い投資を水払って言うようになったの好き。世紀の大スキャンダルに急に面白成分入れるな。最初から相当面白スキャンダルだっただろ。いつとは言わんが以前勝ちで同じチームだっただけに何とも言えないですか。秘宝は生涯収支マイナス62億円、なお間に合わん模様。なんでジン、ミンなんて名乗ったんやろな。キャンプ近くにいたこの人たちがコアな一平ファンじゃなくてお前を追いかけてるぞというメッセージだった説が出てきてる。意味がわかると怖い画像いいよね。前に貼られた時には一平にも丸太小屋が立ったのかとかはしゃいでたのに。ああ、胴元のマフィアがお前を見てるぞと圧をかけに来てたのか。ちなみに一平が既読無視を続けてたから君の雇い主が犬の散歩をしてるけど直接話を聞こうかって脅しかけたりもしている。あ、こんばんは、大谷です。送金プリーズ。アジア人っぽい訛りだな。多分本人だろ。タゲーすぎる男。これ半分犯罪だろ。一国道好き。俺が大谷になることだ。まあ欧米の人に日本人の声の違いなんてわからんだろうしな。いやダメだろ。銀行会議間から24億円送金してくれ。大谷翔平です。 FBI を声で騙すとかもう名探偵コナンの世界だろ。まあ録音聞いてこれ大谷じゃねえぞってなったくらいだから似てなかったんだろうな。ああ、打てない時の大谷は水原が出場してたのか。細かすぎて伝わらない大谷にかかってきた電話に大谷のふりをして出る水原一平のモノマネ。
伝わってんじゃねえか。俺もたまに電話する程度の取引先の声ほとんど覚えてないから銀行員を責めることはできない。電話越しで大谷の声とか言われても銀行員にはわからんよな。高額預金者には今後もう少しセキュリティ高い確認方法になるかもしれないが。こんな送金したら銀行から通知来るだろって疑問の答えが、一平が通知が全部自分のところに来るように口座情報書き換えてたからだったとは。どんな情報も一平が好き勝手ねじ曲げられたのがデカすぎる。ちなみに野球賭博だけには擬態値手を出してないのくだりは、最後の良心。ヴィランが子供を見逃すかのような仕草。パンドラの箱の中の最後の希望、とかなり好評。理由は本人に聞かないとわからないし、そもそも本人が本当のこと言うかわからないが、このあたりがすごくドラマチックで笑ってしまう。報道当初は大谷のスケープゴートじゃないっすか？ハモ割りといたのに今回の報道で一平やばすぎるんだよね。怖くない？で世間もネットも意見が一致したんだ。恐怖が深まるんだ。未だに大谷が FBI に圧力をかけたって言ってる人がいて笑ってるんだよね。すみません、大統領の権利を超えてるんです。大谷はアメリカを支配していたことになるが。もしかして大谷が FBI を牛耳ってるってことは、世界の真の支配者は大日本帝国なんじゃないんすか？これだけのことがありながら大谷のプレーに影響がないのを見て、歴史上初めて本当の意味での野球聖人が出てきたんだなと思った。それが僕です。一平と米前から計画してる疑惑あるので、ドル箱になるならない関係なくやるつもりだったかもしれませんよ。そもそも一平が通訳についたのもだいぶ怪しい手順なので、どうやって潜り込んだんだろうね。最初から騙すつもりだったの？辛すぎない？これ怖いよな。紹介者も騙されてたってことなのかな。人間不信になるわ。こんな大谷が完全クリーンになるとしたら、銀行がすごいバカになるしかないって言ってたけど、マジでなってて草。一平と銀行がどちらも想像を絶するバカだった。マジで大谷に何の日もないパターン引くとは思わないじゃん。心の片隅で大谷自身も賭博に関わってたんじゃねえのって疑念は少しあったもん。アメリカの銀行は日本なんかより厳しく仕事してるぜって言ってた人、全員バカです。自由の国アメリカって厳しいんだな。法の下で自由なのであって、何でもしていいわけではない。自由を履き違えるな。違法堂本すら困惑させる男。賭博堂本に38億の損害を出させた英雄。素人詐欺師は大谷から詐欺るだけじゃないっては違う。違法堂本すら騙して詐欺る。堂本ヤバい立場になってるの？もともとそっちがヤバくて捜査してたら、送金元大谷ってなったからこうなってんの。堂本が焦って、お前が違法賭博してるの知ってるけど、まさか大谷から金抜いてないよなって確認してるくらいにヤバい。大谷の代わりにやってるんだろう。全部バラすぞ。正確に言うと、彼から盗んだんだ。もうすべて終わり。ファ。ほらかけちゃえよ。金なんか気にしないでよ。誰か助けて。もっとかけさせて。金なら払うから、ちゃんとさ、お金払って。悪がそれ以上の悪に振り回されるの好き。堂本も自分がやった犯罪については落ち着いて対応できるけど、プロの犯罪者のはずの自分が別の知らん大犯罪の共犯者にされてるとは思いもしなかっただろうな。マフィアは一平雇ったら？マフィアの金でギャンブル始めるんだが。マフィアすらドン引くモンスター。大谷さんすげえよな。ベーブルース超える記録出しながら違法賭博組織潰すんだぞ。反社の金の周り追ってたら大谷の名前が出てきて、最終的に全部一平に帰結したの。捜査してた人頭おかしくなりそう。どんでん返ってるか。ずっと一平がヤバいだけだこれ。これが大谷最良のパートナーとして持ち上げられてたの笑えない。有能だからみんな騙してるだろ。そらあの大谷翔平を隣にいて完全に騙してた。ある意味での天才だぞ。俺たちごときに見抜けるはずがない。どうしてその力を世の中のために役立てることができなかったんだ。大谷の嫁になるのが最高の上がりかと思ってたが、それ以上の勝ち筋があったとはな。翔平、今度はゼロから、いやマイナスから金が稼げるぞ。面白くなってきたなぁ。って前向きな一平が見たい。神よ、あなたは大谷さんに何もかも全てを与えすぎて、あまりにも不公平だ。しょうがねえな。通訳を一平にしてバランス取っておいたぞ。やっぱ本人も英語使えないとダメだな。通訳全否定やめろ。まあ大谷さんが完全に被害者で、まだ救いがあったね。自伝書いて売ったら一儲けできるだろ一平。どうせ負けるんだから、俺の口座に1億くらい振り込んでから負けてほしかった。水、い、でドヤコンザか J 民のどちらかが特定できないの臭すぎる。許せねえよ日ハム。まさか日ハムから犯罪史に残る世紀の大泥棒が出てくるとは思わなかったな。現実って時々フィクション王は回るよな。
マシュマロにてリクエストありがとうございます。